ち売りじゃないんですけれど、私のフィギュアを見てくれませんか？いや、これはマジで押し売りではなくて、なんでかっていうと、もう受注終了してるので、見せるだけ見せて買えないんですけれども、私のフィギュアがね、とっても出来がいいんで、ちょっと見てくれません？移動させようかな。何を言ってるのかな？私は自分で移動するんですけど、ちょっと右に行くんですけど、よよよよよよ。はい、ちょっと右に行きました。ちょっと皆さんにフィギュアの写真を見せるために右に寄りましたけれども、これ見て、こんな感じでね、何コピペみたいな、本来下の感じが私のフィギュアなんですけれども、これ座ってるフィギュアなので、いろんなとこに座らせることができるよっていうことで、シャープここに座れういみたいなタグで写真を募集したんですよ。その写真を紹介するの忘れてたなと思って、ここで紹介します。なんで外でフィギュアの写真を紹介してるんですか？私はこれちょっとコピペみたいな座らせ方してますけれどもね、こういうの、こういうの超かっこよくない？なんかあるでしょ、みんな一つぐらいさ、すごい豪華な椅子持ってるでしょ。それにしぐれをね、座らせてほしいってわけ。これ何の椅子ですか？かっけー。カメラに貼るな。すいませんね、インターホンのカメラに直接ね貼らせていただいております。これね、四天王のしぐれういですね。誰かわからないけど、すっげーしっくりくる。竜？ドラゴン？これさ、肘の位置といい、足の位置といい、ベストマッチじゃないですか。これ乗ってるのだいぶしぐれうい強いですね。何ですかこれは。すいません、はみ出ますね。次元超えます、すいません。なんかめちゃくちゃ手ぴったりじゃありません？特に右のネンドロイドシグレウィ、これはトランスフォーマーなんですかね。めっちゃ座りやすいんだが、私専用の椅子生である。不法侵入やめてください。すいません、ちょっと物足りなくなっちゃった、カメラの中だけじゃさ。超座りやすいんだわこれ。このフィギュアめちゃくちゃかっこいいな、カイドウさん。まあ私ぐらいのね、女になるとね、カイドウさんを飼いならしてるっていうか、4個のうちの1人に入りっていうか、妙なマッチング。サイズ感えぐい。確かにカイドウさんのサイズ感で考えると、シグレウィだいぶでかい。4個に座るな。いいの、私も4個のうちの1人になるんだから。これ誰ですか？誰かわかんないけどさ、この何、足に乗る感じめっちゃかっこよくね。誰？ちょうどさ、肘の位置が手に乗っててさ、もうあたかもそういうポーズをとっているかのような、誰？いや、お前らもわからんのかい。これ誰なんだい。これあまりにも自然に座っててめちゃくちゃ好きなんでね。カップルチャンネルの距離感。あ、この茶色い人と私がですか？あんまり人間の足の上座れないかも。うおかっこよすぎる。すいません、次元超えます。これあれか、ブルーアイズアルティメットドラゴンみたいなやつか。え、かっこいい。アルティメットウィー召喚しちゃったんだよね。やすやすと次元超えるな。いいんだわ、私はそもそもね、次元超えれるタイプの人間なんでね。めっちゃかっこいい。振り落とされるぞ。落とされないもん、従えてんだから。え、パチカス？なんで家にパチンコある？スロカス？シグレウィスロもパチも打ったことないんですけど、人生経験で一回やってみたさあるけど、お店のさ、自動ドアが開くとさ、シャン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 みたいな聞こえて、すごいビビっちゃうんだよね。それで入ったことないんだよね。16歳はパチンコ入れないけれども、バーチャル16歳は入れるんです。いやいや、最初の疑問として、なんでこのサイズのゴミあるんだよっていうね。何のためにこの燃やすゴミが存在してるんですか？フィギュアサイズのゴミ何に使うんだよ。あ、俺ら。お前たちこんな可愛くねえから。こんなボールみたいな感じじゃないから。ぴったりで草。いや、マジでサイズ感ぴったりで、他にどうやって使うんだよ、このゴミ。これさ、結構この用途で私を使っている人がいるんですけど、これよく考えてみて。空気椅子なんだわ。これも肘の力だけでなんとかしてるの。私そんな力ないから、できたら上に座らせてほしいんですけど、肘じゃなくてお尻でこう止めてほしいんですけど。便利やな。空気椅子つらい。サイズ感はちょうどいいかもしれないんですけれども、ちょっと座りにくいかも。座ってるっていうか、引っかかってるって感じだろ、これも。この人物騒だからあんまり近寄りたくないし、カオルくんも困惑。いや、私も困惑だよ。もうちょっと早く離れたいですね、この人からはね。フィギュア違いかも。確かにこのミックさんも、私が書かせていただいたやつが立体化したやつなんですけど、ぴったりだねこれ。私じゃないかも。でもまあいいか、
可愛いからよしです。これは猫ちゃんめちゃくちゃ嫌そうな顔してんだけどちゃんと猫ちゃんの気持ち聞いた？これ切れてるって。あと私猫アレルギーなんでやばいんですこれ食われてるって。食わすな私をすごっ。あ、椅子に座ってる。え、これは何ですか？とか遊戯王、みんな遊戯王好きやな。神カード、神やぞ。ええってこと？スバルに教えてもらいな。新年持ち紙レクイエム。うるさー。何このアホそうな座れてねえだろこれこの頭アホっぽすぎるやろ。そこじゃないかも。それ何？杖？絶対そこじゃないだろ。あ、エンジ様ちょっとどかして、私座らしてよ召喚ミス。アイテム、誰がアイテムや。なんでそこ乗ってんだよ。アインズ様が困ってるんやで。まったくもう。いや、どこ？あ、いる。いや、なんでこんなとこに混ぜられてんの私と人口密度高すぎるし、筋肉密度高すぎるんだけど。回線敗退だよこんなの。私がですか？トーナメントなの？こん中に入れられるとだいぶ困るんだけど。スーパーウイヤ人、ここに混ぜられてもスーパーウイヤ人にはなれんかもしれん。勝手に相乗りしてるけど大丈夫？あの仮面ライダーさんの許可取った？これなんかでかくね私がですか？違うよ、仮面ライダーさんがちっちゃいんだよ。私じゃなくなっちゃった、もはや。すごい、足に鉛筆挟んでる。さすがに私の帽子はキノコみたいになってるけど、めっちゃ似合ってるな。え、後ろ何？スロット？君んちどうなってんの？ソロカスだー。いや、スロットがあるだけでカスとは限らんやんか。あー、これさ、封印されしエグゾディアさんでは？あ、ワタメいる。スバルもおる。スバルこそ こいつと並べてあげる人なんじゃないですか？チョコトロ捕獲狙うシグレウイだと思うんだけどさ、これ絶対生首置いてるだろう。お前、ごまかしきれねえぞ、この手作りの草では。もうちょっとうまいことやってよ。いや、下に空間あるぞ。わざわざ穴ん中入ってんの？埋まってるんやぞ。嫌だよ。おい、これ、後ろから撮ってみろよ、後ろから。久々に見たわ、この人。なんならチョコ退場させてない？お前の場所じゃないんだけど。え、めちゃくちゃ我が物が上座ってるんだけど。お、だいぶイメチェンしたね。いや、しぐれウィじゃねえわ、これ。わかるまーん。いや、もう私、おらん。筋骨隆々すぎるって。複雑な気持ちだわ。なんかさ、休み時間他のクラスに遊びに行っててさ、休憩時間終わる前に私の机帰るかっつってこの人たちが座ってたらだいぶ気持ち、ってなるわ。チョコトロも泣いちゃうよこんなの。こんなに座れてたら私ちょっとクラス戻れねえよ。ラブレター入れてるシーンかもよ。ラブレター机じゃなくて靴箱に入れてくれよ。次チョコトロ擬人化。確かにさ、白と黒だけどさ。やめてよ、チョコトロ可愛いの。確かに両方男の子だけどさ。今キモって言った？言ってないよ、言ってないですよ、言ってないです。っていうフィギュアのここに座れういシリーズでしたが、いかがでしたでしょうか？いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。